地滑りとは、土砂の移動形態の一つで、斜面上で発生する代表的な土砂災害の一つである。口述のように、地滑りの定義は人や地域によって若干異なるが、比較的傾斜の緩い斜面において、地下水の作用により、地中に形成される滑り面を境に、上部の土くれが、比較的ゆっくりとずり落ちるように原型を保ったまま、 斜面下方に向けて移動する現象を指すことが多い。地滑りの別名を山津波ということもあるが、人によっては土石流のことを山津波ということもあり混同されやすい。地滑りと土石流はどちらも水の作用で大量の土砂が動く現象という点では同じだが、地滑りが地下水で動くのに対し土石流は渓流の水で土砂が動く点で現象としては、 明確に異なるものである。ある程度の勾配を持つ傾斜地における地滑りは移動速度が速く、競技の土砂崩れとの区別は曖昧である。これを崩壊性の地滑りもしくは地滑り性の土砂崩壊などと呼んで競技の土砂崩れと区別する研究者もおり、従来土砂崩れとされてきた現場でも休傾斜地の地滑り性のものがあると考えられている。 地滑りには分野や研究者によって様々な定義があるが、一般的に地滑りは斜面を形成する地いが、地下の地層中に円弧状、または平面上に形成される地質的フレイン面、すなわち滑り面を境にして滑り面状の地いがゆっくりと移動する現象である。地質学で用いられる斜面変動の分類は、 DJ b ー r n s による分類が基礎となっている。BW Pipkin と DD Trent による斜面変動の分類では、移動速度の速い滑り現象のうち、岩石の場合を岩滑り、素粒ドの場合を岩崩滑り、細粒度の場合を地滑りに分類している。日本の地滑り逃亡手法では、地滑りは土地の一部が地下水等に起因して滑る現象または、 これに伴って移動する現象と定義されている。英語のランドスライドは重力によって斜面や岩などが下方に移動する現象を表す包括的な用語として使われることが多く、崖崩れや土石流なども含まれる。日本語の地滑りも英語のように使用される場合もある。漢字で表記する際に地滑りや地たどりと書かれる場合があるが、本来の用事は すべが、常用漢字ではないため、日本字滑り学会では、字滑りと表記している。法令上は、字滑りと表記している場合と、字滑りと表記している場合とがある。また、災害対策基本法のように一つの法令に、字滑り、字滑り両表記が使われる場合もある。休憩者の斜面における土砂崩れは、様々な場所で起こりうる災害であるが、 感斜面が動く地滑りは、すべての斜面で起こるわけではなく、いくつか条件がある。滑り面は、地中に二次元的、三次元的に形成される。主に粘土鉱物を含んだ、第三基層の堆積岩や、火山活動などによる、粘土化を受けた、強度の低い堆積岩内や粘土層で生じるケースが、多い。滑り面は、硬さの異なる地層の境目などに形成され、 安く、特に地層面が流れ板状に傾斜した状況下で風化して脆くなった地層に滑り面が形成されたり硬い地盤の上に堆積した柔らかい粘土質の地盤がその境目を滑り面として移動するケースが多い。多くの場合、滑り面となる不連続面では向上的に地下水が浸透して劣化が進んでおり地下水によって地界に働く浮力と相まって 地階の重さに耐えきれず先端破壊することにより、地滑りが発生する。滑り面は先端破壊を伴う地階の移動現象であり、そういう意味では断層のメカニズムに類似した一面もある。なお、滑り面の厚さは一般に数ミリメートル程度の厚さしかない。滑り面の部分をサンプルとして採取すると、先端破壊によって形成された。 光沢のある綺麗な平面が観察されることがよくある。この状態を鏡肌と称している。滑り面の形状や分布状況を調査、特定することは対策工事の計画には不可欠な作業である。地表面に現れた亀裂や流気、陥没の状況を現地調査によって観察し、まずは大まかな平面形状を推測する。 そして、その中心線を基準に数箇所で、ボーリング調査を行い、ボーリングによって得られたサンプルをよく観察して、各地点で滑り面の深さを判定する。動きの遅い時滑りの場合は、ボーリング調査後の穴に歪み計を埋設し、数ヶ月間、歪みの蓄積状況を観測する場合がある。観測結果を解析することにより、歪みの大きな深度に、 滑り面があると推測する。これらの作業により、滑り面の形状を三次元的に捉えることが可能となり、その他の調査方法も併用して、地滑りの移動速度などを知ることが可能となる。滑り面の深度は、地滑りの規模にもよるが、数メートル数十メートル程度であることが多い。地滑りは、跡地は、地形や樹木の樹形などに特徴があり、 現在活動機ではないものでも移動した土くれの大きさや移動した方向などはある程度推定できる。現地動作の他慣れた人では地形図の投稿線の形を見ただけでも情報を得ることができる。地滑りは同じ斜面が活動と停滞の反復を繰り返しながら安定な形へと崩壊していくことが多く地滑り地形を判読することは地域の防災や 対策工事を考える上で大切である。以下に、地滑り地形主な特徴を示す。地滑りでは滑り面より、上部の土くれが、地山からずり落ちていくことから、ずり落ちた部分には、地山内部が露出している。この部分は一般に、崖上の急斜面になることが多く、滑落崖と呼ばれる。露出した崖の部分は、滑り面の一部である。 下の方には滑った土くれが残っており滑り面は見えなくなる。土くれは下に行くにつれて上から押されて圧縮されたようになり、下方や側方にははらみ出すような見た目になる。また、土くれが残っている部分では、勾配は地山よりも緩やかになる。現地倒査では、滑落崖とその下方に広がる、緩斜面、および土海下方や側方でのはらみ出しの存在などを、 確認して判断する。地形図判読では、等高線の間隔が周囲と比べて不自然に広い、場所や速報下方へのはらみ出しが読み取れるような場所から判断していく。地下水量の増加が滑りの原因となることが多い。典型的な例は、大雨や春先の融雪である。変わったところではダムへの貯水が原因の場合がある。 滑り面上部の土くれは停止している時に、絶妙な重量バランスで移動が停止している場合がある。このような潜在的な地滑り斜面であるとは知らずに、道路工事やダムの工事によって、斜面下部での掘削を行うと、土くれが再度動き出してしまうということがある。口述のように、逆に、地滑りの動きを止める時にも土くれの重量バランスを取ってやる方法がある。 ボーリング調査や滑り面の推定などの結果を踏まえて行われる。地表水の速やかな排水と地下水排水の促進による地下水量のコントロールおよび滑り面を貫くアンカーによる上下の土くれの固定、土くれの塊の重量バランスを調整して移動を抑える土工などが行われる。施設の完成後にさらに地下水位の変動や 歪みなどを数ヶ月から一年程度観測し、滑りが止まったかどうか、追加施工が必要かどうかを判断する。地下水量のコントロール地表水を速やかに、地滑り斜面から排水するためにコンクリートなどの、不透過性の材料を用いて、水路工が施行されることが多い。水路工によって、地表水を排水してしまうことで滑り面での地下水の増加を抑える。 斜面の広範囲を不透過性にしたい時には、有事工などではなく布製型枠に、コンクリートやモルタルを流し込んだものを使うことも多い。滑り面の地下水の排水には、斜面横から滑り面に向かって、ボーリングを掘って行う。斜面の端部から掘るものの他に、斜面に大きな筒を垂直に打ち込み、筒の中から滑り面に向かって、ボーリングを打つことで、筒の中に、 地下水を集め排水させる方法がある。この筒を、収水位といい地滑り対策思考地で特徴的に見られる構造物である。収水位は一般に蛇腹を持つ鋼板で構成される。高さは滑り面よりも深くまで掘ってあることが多い。ただし、活動性の地滑りの場合は滑り面を越えて掘ることで、収水位が地滑りの力で変形、破損してしまうことから、 上部土海のハニで作られる。底面はコンクリートを打折し排水した地下水が地中へ再浸透しない構造となっており、底面のすぐ脇に斜面外へ通じる排水管、数メートル上に地下水を収水する収水管が設けてある。アンカー高度ド付随する構造物砂防ダム等を設ける場合がある。日本においては地滑りを所管する役所は、 砂防法による管轄を行う国土交通省森林法における管轄を行う林野町の二つの他に土地改良法による管轄を行う農林水産省農村振興局の三つがある。地滑りが発生する場所には地形、地質条件などいくつもの自然条件から規制を受ける素因と滑り活動発生の引き金となった何らかの誘因がある。 この地滑り発生機構を把握することで、携帯や範囲を特定したマスムーブメントとして対策が可能となる。地滑りの移動は、滑り面上に乗っている地滑が活動しようとする力が滑り面の先端強度を上回った場合に発生する。地滑りの移動には、地質的な条件に加え、地下水の分布状況が非常に密接に関わっていることが知られている。一般に、 地滑りは、雪解けの時期や、梅雨時、台風による豪雨など、地下水の水位が大きく上昇する時期に多く、発生する。土くれが地下水を多量に含んで重量が著しく、増加するとともに、地下水の存在が、滑り面の先端強度を大きく低下させるためである。したがって、年間の降水量が多い地域や、地滑りの発生しやすい、地質条件の地域では、 地滑りの多発地帯として知られる場所が多い。本州の日本海側から東北地方、北海道東部などに多く存在するグリーンタフ地域や雪解け時期の豪雪地帯において地滑りが多発することがよく知られている。一般に地滑り地界の移動の速度は通常年間数ミリメートルから数センチメートル程度で目に見えないほど緩やかなものである。 したがって、よほど注意して観察しない限り、地滑りの活動を実感することは少ない。そのため、非常に古くから活動している、地滑り地帯では、たくさんの集落が形成されている例も多い。古くから地滑りが多く発生する場所は一般に、地下水が豊富であるために住みやすく、また土壌も肥沃であることから、稲作や畑作に非常に適しているため、 先人が好んで定住し、集落が形成されるのである。一方、地震による地滑りは、地震波の衝撃が刺激となり数十秒から数分で滑る。しかし、地滑りの運動が活発になると、徐々に地盤が変形することで、家の構造に歪みが生じ、襖やドアが開かなくなる、壁にひびが入る、周辺地盤が陥没する。 井戸水が濁る、道路に亀裂が入る、などの変動が見られることがある。また、豪雨など、短時間に多量の豪雨があった場合などは、稀に近いの移動速度が急激に加速することもあり、胴体観測によって危険と判断されれば、周辺住民に対して避難勧告や避難命令が出される場合もある。しかし、地滑りが、 突発的に活動を始めた場合や移動の活発化の兆候を把握できなかった場合は避難指示が追いつかず多数の死者や行方不明者が出る惨事になることも多い。さらに、滑落した土砂や隆起した地盤によって河川が閉塞されてしまうと天然ダムができ、それが一気に決壊することで土石流が発生し下流域集落を飲み込むなどの災害を引き起こすこともある。 地下水面を境に地滑りが起きることによって滑った塊の斜面上部では部分的に地下水脈が地上に露出している状態になっている。また滑った時の運動で地中深くからよく耕されている部分もあることから棚田や段々畑として利用されることがある。地球型惑星や衛星であれば地滑りが発生する可能性はあるが ある程度大きな重力の存在や、地球上の地下水のように土暮れが移動する際の大きな摩擦を軽減する要素がある天体は限られる。近年の惑星探査の結果により、金星や火星、木星の衛星イオや土星の衛星イアペトゥスなどでは、大規模な地滑りが確認されるようになった。岩松明。 地滑り学入門第1章国立国会図書館インターネット資料収集保存事業2021年3月14日閲覧 AB 斜面調査北海道地質調査業協会2017年5月21日閲覧地滑りとは地滑り地形とは防災科学技術研究所2012年4月11日時点のオリジナルよりアーカイブ 2015年8月17日閲覧。地滑りに伴う物質の移動と変形。小松五郎、土星の衛星に、巨大な地滑り跡。ナショナルジオグラフィック。http://www.nationalgeographic.co.jp スラッシュニューススラッシュニュースアーティクル。php? ファイル、ID イコール201億2073万1000人2012年9月23日、閲覧。ありがとうございます。